皆さん、こんにちは。ヒロッキー5です。今回は、デイリーレースを、2つ、ダイジェストでお届けします。まず、1つ目は、グループ4クラスのレースです。ブランズハッチを、13ラップします。ウプ主さんは、458で行きます。そう、いつものやつです。色とりどりの車たちが、かけていきます。スタートしました。第1コーナーは、アンダーが出やすいところです。このレースを占いますね。いいんじゃ、ないですかー。前の方で、順位が入れ替わりました。ASM 選手が、8番手になりました。ウプ主さんもいけるかな。ああ、詰まっちゃったーよ。2ラップ目です。誰かが、はみ出していました。アートンクエスタ選手でした。1台、リタイアしたのもあって、10番手から8番手になりました。おっと、前で接触だ。ASM 選手が、幅寄せしてきました。気にせず、前に行きますよ。なんでだー。今のは、無罪じゃないのかい。そして、インから来ました。立ち上がりで、対抗できたー。これぞ、レーシングだぜ。また、ASM 選手が攻めてきた。押されたよー。コースに復帰しました。ウプ主さんは、11番手まで、落ちてしまったー。後で、追いついてやるぞ。前で、スノーマン選手がグラベルから、戻ってきましたね。ここで、追い抜いて、10番手です。前を走るのが、アートンクエスタ選手となりました。しばらく、走ってきて、4ラップ目のラスト区間です。ウプ主さんが、追いかけてきた、アートンクエスタ選手は、1秒先です。A6M 選手を追い抜いて、さらに、前に行ってしまいました。ウプ主さんを追い出していった、ASM 選手に追いつけるのか、怪しくなってきたかもしれません。ASM 選手が、ピットイン。コース上で追い越して、接触の恨みを、晴らしたかったです。9番手にアップして、6ラップ目に、入りました。いい感じで、近づいてきましたねー。ここの、立ち上がりでは、どうか。さあ、横に並んでいく。ここの突っ込みで、前にいたいです。よし。サイドバイサイドだが、なんとか大丈夫そうか。これで、8番手です。拾った選手が、いきなりピットイン。バトルすることなく、7番手にアップ。7ラップ目です。アートンクエスタ選手が、見えました。コースアウトしてました。これは、オーバーテイクのチャンス到来か。後ろからも来ている。ウプ主さんは、この状況を切り抜けられるのか。ブレーキング勝負だー。アウトに膨らんでいる。ここで、2秒はでかいよー。前も後ろも、ピッとしたので、5番手まで来ました。ペナルティもあるけど、大丈夫そうか。ペナルティを消化しても、安全な距離でしたね。ここで、前の2台もピットイン。なんで、みんな、タイヤを変えているのだろうか。9ラップ目です。4番手の方に、追いついちゃいました。10ラップ目です。忍者ゲーマー選手が、ペナっちゃったので、追い抜くチャンスが来ました。そこまで、大きな差にならないので、こっちがミスしなければ、大丈夫そうですが。
忍者ゲーマー選手が、後ろから来ました。ノーズを突っ込んできた。ああ、はみ出してしまった。ここで、5番手です。ピットアウトしてきた、モーガン選手が3番手にいます。ウプ主さんの前に、2台いると追いかけたくなりますが、ここは、安全運転だ。ファイナルラップです。4番手の忍者ゲーマー選手が、モーガン選手をオーバーテイク。ペースが落ちたようなので、ウプ主さんも、いけそうです。ちょっと、届かず。新しいタイヤには、負けちゃいますよね。そろそろ、フィニッシュです。周回遅れもいますが、ウプ主さんは、5番手ですね。あれ？ペナルティー。1分もかよー。これは、ああ、タイヤ交換義務のある、レースだったのか、最終的に、11番手、フィニッシュとなりました。タイヤ交換しなかった選手が、他にもいたので、少し安心しました。全体的に、悪くない走りをできたと思います。さて、次のレースです。ニュルブルクリンクに来ました。グランプリコースで行われます。ポルシェ911 GT3 のワンメイクレースです。ウプ主さんは12番手スタート。後方ですが、めげずに参ります。レッツゴー。やや、滑りながら、発進。ヘアピンに行く前に、サイドバイサイド。順位アップなるか？思ったよりは、前に行けていませんね。前が詰まり気味ですね。まだまだ、コーナーが続くので、安心はできませんね。真ん中ぐらいから行きます。一気に2台追い抜けたので、9番手になりました。ここも、アウトから回って、8番手にアップ。序盤のこの流れ、いいぞスタートで並んだ、クラウディ・アップル選手に接近。さらに、前でペナルティ消化の、選手がいますね。いて。ここで、7番手です。危険です。飛び込みで、行けそうだ。おっと、あちらも抜かせたくないようだ。ああ、ダメだ、曲がれなかった。2ラップ目です。誰かが、リタイアしたようで、1台減ってますね。クラウディ・アップル選手が、ミスしたぜー。でも、危ない。こっちが、ペナルティになるよ。ギリギリで、6番手です。でも、抜き返されそうだ。うわぁ、来たぁ。抜かしては、くれませんね。ブロックが、きついですよ。おぉ、かぶってきたぁ。よし、6番手だ。うわぁ、止まれないー。やっちまったぁ。おっと、後ろもミスしていたぁ。ウプ主さんのリプレイです。クラウディ・アップル選手に気を取られていた影響ですね。後ろでコースアウトしていたのはサラーガス選手です。こちらは単独ですが止まれていませんね。いやー助かりました。被害が小さく済んで。で、近づけました。ファイナルラップで、勝負したいですね。クラウディ・アップル選手が、滑っているぞ。どうしたのでしょうか。ホームストレートでは、並びかけた程度でしたが、コンマ2秒差まで、迫る。ああ、行き過ぎとるー。6番手になりました。もう、ミスはしたくない。
ハンヒ選手が、コースアウトしていたわ。チャンスだ。あっさり、追い抜いて、5番手です。最終コーナーです。クラウディアップル選手からの逆襲に、合うことなくこれました。よし、ここで、加速すれば、もう、フィニッシュだ。やったあ、5番手フィニッシュだあ。12番手スタートで、この順位は、素晴らしい出来です。ミスもあったのですがね、運に助けられたレースでした。ご視聴ありがとうございました。